万丹線は姫路から寺前と、一部区間のみ電化されている路線で、終点、和田山駅は非電化となっています。寺前までは電車が走っていて、それが大阪都市圏のお古、103系なのです。なんとも面白く、4ドアの通勤電車なのに、トイレ付きになっています。それからドアが多いのですが、2両編成。なんとも滑稽な編成になっています。確かに、103系を使えば安くなりますが、ここ車両が、ローカル線で走っているのは面白いですね。基本赤い編成ですが、水色の車両も乗り入れ実績があるらしいですね。阪神淡路大震災では、寝台特急暁や、那覇号が迂回運転をしたのが、特徴です。引用連絡線の一つでもあります。寺前からは、過去に紹介した、キハ41という食パンの切り妻型、全面機動車が走っています。こちらも赤色です。また、ワンマン運転にも対応し、今までに存在していた都市圏での運転形態とは異なり、ワンマンの単編成になったのは、少しギャップがありますね。初めて姫路で見かけた時には、これはどこの通勤路線であろうかと思ったのですが、やっぱり面白い見た目ですね。20キロ程度しかない電化区間の、なのでトイレはなくてもいい気がするのですが、やはり、都会とは違い運転本数が少なく、駅間も長めなので設置したのでしょう。3500番台と呼ばれる形式で、大和路線などの車両とは異なります。もちろん、和田岬線とは仕様が異なります。今まで何回か、103系は紹介してきたものの、この車両の特異性は他の車両とは比べられないほどです。では今回はここで終わります。最後まで見てくださり、本当にありがとうございます。この動画は毎日投稿しておりますので、明日も明後日も続けてご視聴いただけます。毎日新しいコンテンツを提供していくため、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しい限りです。旅行動画を企画しておりますので、皆さんの力添えをよろしくお願いします。それでは今回もありがとうございました。またお会いしましょう。